始める前に、まずは装備品の基本について勉強しよう。ああ、それじゃあ次は近接武器について簡単に説明しよう。ここで外見をカスタマイズすることができる。なかなか粋だろ？まるでディケンズの小説みたい。こいつらフレンドリーに見えるわ。アイテムや箱の鍵を買いたければここに来るといい。Z にはいろいろな特殊能力があるのを知ってるだろう。こいつに掴まれちまったぞ。傷つけてやったわ。ヴィンテージ。私が死神レイン。体の中が燃える。苦しい。随分と様になってきたじゃないか。ブラボー。はっ、よし。誰かでかい扇風機持ってない？物が何も見えないわ。そうよ、私が死神レイよ。さあ、復活よ。なんてやり遂げた。やり直す前によく聞いておけ。ただでアドバイスしてやるよ。トマト、それがアドバイスね。
血液サラサラよ。ミッション本番ではここに来れば私と会えるぞ。しっかり稼いだら新しい装備をちゃんと身につけるように。溶接はまたヒギンズウェルディングがやるのね。完了。しっかり締めるわ。やり遂げた。巨大な切り傷なのか、それとも全く別の何かか。弱まってる。死んだふりしてるの？早く早く！持たないわ。清掃用品は7番通路にて。うわあ！ナイス！いいよ。いいよ。切られたって感じする？シナリオをクリアしたぞ。これでお前もちょっとは役に立つな。
私を過剰に崇めたりしないでね。それが望み。深呼吸するのだ。聞いたよ、どう？リサを頼むぞ。紳士淑女の皆様、ビクトリア号にようこそ。紳士淑女の皆様、ビクトリア号に。始末しに来たんだろ。第一波がやってくるよ。しっかりした。ロタル、開けられるよ。クソ、オスティ早くしろ。よし、こっちへおいで。ポットは開いてるよ。うまくやった。きっちり閉じるんだ。マジ大変だった。クローン作成が二人三脚がやりやすくなるな。手榴弾がないじゃないか。買って補充しな。
ヘッドが追加できたよ。店じまいを始めるよ。溶接だ。きっちり閉じたぜ。もう時間がないよ。ポットの電源を落とさなきゃならない。ポットは閉店だ。戦ってきな。最先端のアイテムか。いいな。入ってみろ、このろくでなしが。扉がボロボロ。オスティネーターが第一ラウンドを取る。やるせろ。今のは嫌いか。おそらくオスティネーターが第一ラウンドを取る。仕事する時間だ。くそ、早く。その調子だ。あんたらが勝てばトレーダーポットを開けられる。あれはただの最初の一品だ。やるせろ。完璧だ。ポットを開けたよ。アイテムを補給するんだ。俺の人生はマンネリ化してるってやつもいるな。俺の M4 は値打ちもんだ。溶接だ。完全に閉じたぞ。フォスティ様、実行。もうポットの電源を切るよ。きっちり閉じたぜ。エリアの安全を確保するんだ。フォースティーの秘密その1、実は地下が苦手。可愛くない？まだ死んでないのか。俺に任せろ。フレッシュバウンド出現だ。
間パッケージだ、うん、やってもいいか。だから俺は絶対豆腐には触らないんだ。きっちり閉じるんだ。扉になるのは絶対嫌だ。扉がボロボロになってきたぜ。ガッ、マジ大変だった。入ってみろ、このろくでなしが。きっちり閉じたぜ。ここで弾薬を見つけた。見ろよ、あれより輝くものはないよな。よし、足のついた金が。完璧な仕事ぶりだ。エリアは無傷だ。フレッシュパウンドは何が起こったかすら分からなかっただろうよ。見事だ。あんたのアーマーも最初は綺麗だったのね。私が言いたいこと分かるでしょ。オタクが世界を動かすとこういうことが起きるんだ。アーマーが割れてるよ。修理しな。もう時間がないよ。ポットの電源を落とさなきゃならない。Zどもが来るよ。さあ行きな、みんな。が第一ラウンドを取る。仕事完了。さあ、くそ早く。耳が聞こえなくなっちまった。あいつ、うん、耳が死にそうに痛い。やめてろ、うんうん、どけ。ああ、いいね、うん、誰か弾薬いるか。耳が聞こえなくなっちまった。俺のこと、耳が死にそうに痛い。何も聞こえない。気をつけろ、フレッシュパウンドだ、うん、まだ死んでないのか。俺に任せろ。ドスン、クスクス、
俺のビビが。オッチネーターが大事。カード使っちまいな。これからヤバいことになる。一体のフレッシュパウンドが二度と戻りませんでしたのさ。あんたのおかげだ。逃げるだ。誰か弾薬いるか。やってもいいか。このガラクタの鑑定評価額はしょっぱいもんだぜ。出てこい。どこにいても出てこい。怖がらせてしまったようだな。隠れるな。虫けらめ、新しい実験の時間だ。ガスを使ってみよう。あれはただ撃たれてる。お前が私のところに来るのを恐れているんだ。でかいやつ。単に私がお前に突撃してやろう。走るのだ。消えてろ。うまくされていなかったか。もっとガスを使ってみよう。もっとだ。今のは嫌いか。そんなちっぽけな攻撃はもう十分だ。ここにもっと考える。じっとしろ。弱者には盛大な宴。新鮮な肉をいただく時間だな。死ぬのだ、人間のクズめ。続けられると誰が言った。こりゃ1ポンドの価値だな。俺の価値